ホンダは NC750L MT 教習車仕様と NC750LAT 教習車仕様を自動車教習所向けに発売します。教習所専用モデル。ホンダは二輪市場の活性化を目的に大型二輪免許、および AT 大型二輪免許の教習車として NC750L MT 教習車仕様と NC750LAT 教習車仕様を全国の自動車教習所を対象に2022年7月21日に発売する NC750LMT 教習車仕様はマニュアルトランスミッションを採用した大型二輪教習車 NC750LAT 教習車仕様はクラッチ操作を必要としないデュアルクラッチトランスミッション DCT を採用した AT 限定大型二輪強襲車。直列2気筒745立方センチメートルエンジンを搭載する市販ロードスポーツモデル NC750X をベースに、強襲車としての特性を考慮した各部の変更を行うことで、強襲時に頻繁に使用する極低速域での操作性や低中速域での 扱いやすさと取り回しやすさに配慮。さらに、車体への転倒ダメージを軽減させるバンパー類。教習性の運転状況を教習指導員へ視覚的に伝える表示ランプを装備。カラーリングは夜間の教習時にも車両の挙動を確認しやすいパールグレアホワイト一色の設定。価格、税込みは、は NC750L。 MT 教習者仕様が110万円。NC750LAT 教習者仕様が121万円。